本日はビクトリアリーグ2戦目の動画となっております。緊迫した試合展開となっておりますので最後までご視聴ください。本日のスターティングラインナップ、1番キャッチャー敦也、背番号6。2番ショート岡ピー、背番号4。3番サードシジ、背番号7。4番レフトユウキ、背番号44。5番セカンド大輔、背番号1。6番ファーストグロ、背番号27。7番ピッチャー順平、背番号18。8番ライトヒロト、背番号61。9番センター鎌田、背番号9。 STBC 対岩手県ホームテックプレイボー、ビクトリアリーグ2戦目 STBC 対岩手県ホームテック。 STBC の先発は圧倒的エース順平。エース順平はどのような投球を見せるのか。まずは先頭、その初球でした。外の変化球をうまく打たせ、打球はレフトの元へ。レフトがしっかりキャッチし、レフトフライとなります。そして続くバッターには低めの球が外れ、フォアボールを許します。すぐ3番バッターワンワンからの3球目、ここは甘くなったストレートを打たれますが、打球はセカンドの元へ。セカンド大好きがしっかりとキャッチし、セカンドフライ。続くバッターは4番打者ワンツーからの4球目、ここはストレートをジャストミートされます。打球はショートオカピーの元へ。これがショート強襲のヒットとなります。続くは5番打者カウントは1-3からの5球目、ここはうまく詰まらせ、打球はピッチャー順平のもとへ。これをしっかり送球し、ピッチャーゴロ、初回を無失点に抑えます。相手の先発は右のオーバーハンドのピッチャーとなります。 STBC 先頭は1番敦也、1-3からの5球目、ここは甘くなったまっすぐを捉えます。打球は三塁線を抜け長打コース、しかしレフトの守備位置が良く、これがレフト前ヒットとなります。先頭敦也が出塁します。続く2番はオカピー、ワンツーからの4球目、ここは高めのボールを打ちに行きます。打球はセカンドの元へ。これはセカンドの守備が上手かった、これがゲッツーとなりランナーを落します。そして続く3番新次はフォアボールを選び、2アウトから出塁します。打席には4番勇気、ここで新次が走ります。これは悠々と盗塁を成功し、チャンスを拡大させます。そしてワンワンとなり3球目、ここは若干詰まらされますが、打球はレフトの元へ。いい当たりとなりますが、ここはレフトライナーとなりチェンジとなります。2回は両チーム無得点で、3回裏の STBC の攻撃に入ります。3回裏の STBC の先頭は8番ヒロト、ワンワンからの3球目、ここは高めに抜いたカーブをうまく打ちにいきます。打球はライト前ヒットとなり、ノーアウトから出塁します。ヒロトナイスバッティング。そして1人倒れ、続くは1番敦也、カウントは1-2からの4球目、
ここは低めのストレートを打っていきます。打球は痛烈な打球、レフト前ヒットなります。本日2安打目の敦也、ナイスバッティングです。そしてチャンスを迎え、打席にはオカピー、ワンツーからの4球目、ここでバッテリーエラーが発生します。それぞれランナーが進塁し、ワンアウト2、3塁の大チャンスを迎えます。ここで先制の一打を放てるのか、オカピー、カウントはワンスリーとなり、5球目、甘くなったまっすぐを打ちに行きます。しかしこの痛烈な打球をショートがキャッチし、ホームへ送球、三塁ランナーヒロトがホームに突っ込むもアウトとなります。完全に抜けたと思った打球ですが、相手の好守備に阻まれ、先制点を奪えません。ナイス守備です。ツーアウト1、3塁とし、打席には3番シンジ、チャンスに強い男が打席に入ります。最終回カウント決勝だと思って言ってくれ。カウントは 2-2 からの5球目でした。シンジの振り抜いた打球は右中間へ、この打球が右中間真っ二つ、長打コースとなります。サードランナーは生還、甘くなったまっすぐを無理に引っ張らず、しっかりと逆方向へ打てています。この勝負勢バッティングは規格外です。ナイスバッティング、シンジ。シンジの見事なタイムリーで1対0とします。で続くバッターは4番勇気、ワンワンからの3球目、ここは高めのストレートを打ちに行きます。打球は高く上がりショートの元へ、これはしっかりとショートにキャッチし、ショートフライでスリーアウトチェンジ。あら、そうい、やマジでチャンスっていうの助かるわ、助かります。勝てないんで。4回は両チームのピッチャーが0点に抑え、5回裏の STBC の攻撃に入ります。STBC はこの回確実に1点を取るぞと一旦気合を入れ直しました。この回の先頭は9番鎌田、ワンスリーからの5球目、ここは低めをしっかり見逃し、フォアボールで出塁します。ランナーを1人置き、打席には本日2安打の1番敦也、次につなぐ一打を放つことができるのか。カウントはワンノーからの2球目、ここで鎌田が仕掛けます。ここは盗塁をしっかりと成功させ、チャンスを拡大させました。そしてワンナッシングとなり3球目、ここは一旦崩されるもうまく打ち、打球はレフトの元へ、これがレフト前ヒットとなり、セカンドランナー鎌田が一気にホームへ、これがタイムリーとなり2対0と追加点を奪います。一旦は体勢を崩されましたが、しっかりと下半身を回し打てています。一番敦也の安定力は最高です。大和チャンスよ、その後守りではエース順平がランナーを許すも6回無失点の好投を見せ、マウンドを降ります。そして2点をリードし迎えた最終回、マウンドにはガワーが上がります。その先頭バッターワンツーからの4球目、ここはうまくスライダーを打たせ、ボテボテのゴロ、この打球をガワーが処理しに行きますが、速攻はエラーをしてしまいます。そして続くバッターワンツーからの4球目、ここもスライダーをうまく打ちに行かせます。打球はショートオカピーの元へ、送球がそれますがセカンド大塚がしっかりとキャッチし、ショートゴロでワンアウト1塁とします。その後エラーとフォアボールでワンアウト2、3塁の大ピンチを迎えます。こう抑えられるのか、
側。ここもスライダーを打たせに行きます。打球はこの打球は軟式特急のキュルキュルした打球でしたが、しっかりと掴み、ツーアウト二三塁となります。ここで STBC はピッチャーを交代、松がマウンドへ。まずは初球、ここはフォークボールでストライクを奪い、ワンストライク。続く2球目、ここは速いまっすぐをファール。そして続くボールはフォークですが低めに外れボール。このピンチを抑えることができるのか、待つ。カウントは2-1からの4球目、ここは決め球のフォークを投げストライク。見事見逃し三振を奪いゲームセット。このピンチの場面でお仕事を成し遂げました。 STBC 対岩県ホームテック様の試合は2対0で STBC の勝利となりました。ご視聴ありがとうございました。次回も勝ってみせます。